中西さん、あなた大きくてでかくて怪物みたいなバカ力でアマチュアレスリングの時も練習でお世話になったプロになっても先輩でお世話になって試合を組んでもらって試合させてもらってます。でもいつか越えなきゃいけない壁だと思ってますので、まだ諦めてないです。中西真奈さん、いつか越えれるように進化していきたいと思ってます。諦めてないです、まだ。プロレスやってる以上、リングに上がってる以上、一つの技でも無駄にするな。チョップにこだわれ、いろんなことにこだわれ、こだわり味も絶対強くするから。流れちゃうぞ、勢いばっかりじゃない、自分の気持ちをチョップ一発一発に込めろ。お前にはそれができるはずや。